ご飯炊きますからね。あ、エプロンか。南アルプス天然水。はい、おネギ3本162円、1本150円ぐらい。そうだな、この一番細いの取っといて。細いやつ2本木綿豆腐ですね。これも全部入れちゃおうか。木綿豆腐。いや。あぶねあぶねあぶね。引かなければ切れないんでね。よし、これ切れかな。これも椎茸全部少量パック3個で130円ぐらいかな。1個40円ぐらい。そしてこれはコロッと
これも消費期限が明日までなんで。このくらい入れようかな。全部入れるか、面倒だから。面倒だ。取っといてもしょうがないもんね。お湯沸かさないと。お洗濯ができましたね。はい、これ入りきるかな。お湯ね、お湯。油、もうこんな少し。オレインリッチ。もう脱水かなと思ったらまだすすいでます。すすいでました。すごい分量。あ、すすげましたよって呼んでるんですけど、すすげましたよ。でちょっと脱水かけてきます。脱水。脱水かけてきます。1分脱水。お豆腐が入んないぞ、これ。どうする？半分だけ入れる？すき焼きの素。どうでしょうね。あ、こんな感じになってますよ。いい感じですよ。こんだけおつゆが浸ってればね。これ美味しそうだ。ほら、お豆腐が喜んでる。プル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 言ってね。あ、いやいや、もう少しね。はい、もう出来上がりですよ。こんな美味しそう。これね、おネギ残ったやつ、こうやってね、小さくしてね、袋に入れてね、ここ閉じるんです。こういうの、こういうのパチってね。
村山由佳さんの小説にね、おいしいコーヒーの入れ方っていうのがあるんですよ。これ、おいしいミロの入れ方。たっぷり入れて。そしてこれはお砂糖、三温糖。あのね、ラジオドラマでね、長谷川真由美さんっていうかな。そういった女優さんがね、まあ、カレーさん役っていうかな。長谷川真由美さんね。そしてね、牛乳入れるんですよ。牛乳。よいしょ。いい感じになるでしょ。じゃあね、よそいますね、これね。こんなすごい。おネギがあんなにあったかなと思うけど、全然足んなくなるね。やっぱり、葉物は縮んじゃうからね。こんなにすごい。そうだな、こうにしといて、また粗熱が取れたら冷蔵庫こうにして、殻が入っちゃった、殻が入っちゃいました。で、こうなったんです。こう、美味しそうでしょ。早く粗熱が取れるかもしれないね。これが熱せられてるからね。あ、おっと、もう炊けましたよ。お皿こんな感じ。すーご、こんなに、あーすごいね。はい、もうね、まあ持ってきましたよ。今ね、雨が降ってきてね、まあ、東の空から吹き込んでたんですよ。今締め切ってます。熱っ。それじゃあね、じゃあいただきましょう。信州ヨーグルト、これがメインディッシュ、すき焼き。これが昨日作ったお味噌汁。どうでしょうね。なんかお豆腐久しぶりです。
パイナップルです。うん、美味しいね、パイナップルね。新酒装置の生乳 60% 使用。いや、60% ですね。あ、美味しい美味しい。健康なんだね。こんなに物が美味しく食べられるなんてね、ありがたいよね。これはミロ、美味しいミロの入れ方で入れましたからね。それでは皆さん、美味しくできました。すき焼き、お味噌汁、ミロ、パイナップル、ヨーグルト、栄養満点です。ご視聴ありがとうございました。